この話は性質上下記の事前準備が全てできる方だけが読んでください、また事前準備をする、この話を読む際にはその後に起こりうる一連のあらゆる事象に関して筆者には一切の責任が生じないことに同意したものとします。これ、ね、よろしいですね。いや無理です、やめよう。エロい話をしよう。いやそうしよう。いや僕は承諾します。あ、そうですか、はい、いいんですね。はいといいえだったらはいは公開しませんね。大丈夫です、はい、上記に了承いただける方のみこの先へ進んでください、事前準備の確認をお願いいたします。まずは、玄関の土間にですね靴を一足だけ置きましょう、小上がりのすぐそばではなく土間の中央に、かかとが玄関の扉へ、つま先側が室内の方に向くように置いてください、靴の種類は何でもいいです、ただ白がいいです。続いて2番目です、ブッカを靴の上に置いてください。上に置くんだね。そして3つ目、玄関の下駄箱、もし下駄箱がない場合はですね小さい机とか棚とかを、置いてください。でその下駄箱の上にですね丸い盆を置いてください。お盆です、はいはい、そして、4つ目が丸いそのお盆の上に白い紙を敷いてください、でできれば杯がいいんですけども、ない場合はコップでもいいんですが、その中に、少しだけ水を入れて、でその杯を白い紙の上に置く、5つ目、室内の扉は全部閉めてください。6つ目、先端の尖ったものがある場合は引き出しの中もしくは目のこうね届かないところに入れてください、7つ目、あなたがいる部屋の中で可能であれば線香やお香を焚きましょう、準備は以上です。全ての工程を終えた方のみ夜になったら続きを読んでください。これだろうね、ね、あった分ですよこれ。15時24分なのでちょっとやめましょう。エロい話をしました。進めないと、これ見てる人はアップされてるのも夜だから、エロい話はしないんですから、ご協力お願いいたします。ああだだだだ、怒られますよほんまね。そうですよ、でも準備してないですけどいいんですね。いやでも心の中で今準備しました。やりました、ちゃんと準備しました。では、いきますね。昔話をします、この話の始まりの舞台は100年以上前のとある山間の集落なんです、山の木々に埋もれるように存在したその集落に100人ぐらいの人が住んでいました。自給自足と言うたら今でこそ聞こえはいいんですが、雪もめっちゃ降るんですよ、で獣害とかも多いんでね、こう農業がですね中心のこの地域での暮らしは決して楽ではないんです、しかも閉鎖的でね、娯楽なんてないんですよ。毎日が単調な集落での暮らし、そんな場所で起きることなんて想像に耐えやすいですよ、一体どのようにしてそんな日々を耐えたのか、村八分にされるリスクを負って暴力的に鬱憤を晴らすよりも、村民たちはひっそりと暗黙の了承の上で村民同士の交わりで毎日の退屈そしてストレスを紛らわせたそうなんです、当然夫ではない相手との子、未婚で父親不明の子、まあ、そういった類で ねこう妊娠する女性の方出てくるんです、しかし誰も不貞を咎めることはないんです。その家の貴重な労働力として大切に産み育てられるんです、なるほど。初めのうちはこんなことを数十年繰り返していると集落内の血が濃くなるのは当然、次第に何かしらの不自由を伴って生まれてくる子供が増えるんですね、で、集落のみんながですねその事実に気づき始めた頃、誰も口にはしないけれども夫との子以外の妊娠はですね、判明した場合すぐ堕胎させるのが決まりになりました。あ、なるほど。不自由を抱えた子どもたちは労働力にならないばかりか、ただでさえつつましい生活を圧迫する存在になると、村民たちは考えたからです、当然現代の価値観では考えられない、許されないことなんです。しかし当時の山奥の集落ではそんな倫理は育まれてはいませんでした、忌まわしいこの習慣ができた頃、水子たちは形だけの供養をされていた、1人、2人、3人、そう繰り返していくうちに
数を数えることも弔われることもなくなっていったんです。かわいそうな赤子たちが数え切れるほど葬られ、愚かな大人たちが罪に麻痺してしまう頃、集落の中で長を務める丸々家の長女マリコの妊娠が発覚したんです。それ自体は倫理を欠いた集落の中では珍しいニュースではない、うん、しかしこれが後に続く大きく長い災いの始まりになったんです、うん、詳しくは伏せますが、当時の堕胎術というのは当然お粗末で、うん、そしておぞましくて、うん、まあ、ひどい苦痛を伴うんですよ。オサの娘として大切に育てられたマリコにとってそれは耐え難く、うん、途中で拒否して堕胎術は失敗に終わりました、うん、大きくなる腹を誰にも止めることはできず、隠して父親不明のマリコの赤子は生まれました。出産を手伝った村の女性たちは奇形の子供を何度も見たことはあるんです。しかしマリコの赤子を見た瞬間、多くの者が叫び、失神する者までいたといいます。堕胎術は失敗してしまいましたが、それは深く胎児を傷つけて異形となって生まれさせてしまったのです。恐ろしがって誰も近づけないその異形の緑子はそれでも懸命に息をしていました。それを抱かされたマリコは、自身が堕胎を耐え抜けなかったことよりも堕胎術を受けてしまったことをひどく悔いたそうです。その後すぐ人目を避けて座敷牢のような場所に親子二人で閉じ込められましたが、マリコはどれだけ短命でもこの子を大切に育てようと誓ったといいます。マリコの父である集落の長は、生まれた赤子のあまりの異形さを嫌悪しながらも、どうせすぐに死ぬだろうと鷹をくくっていたんです。集落中の噂になっているマリコの子が死んだら、ほとぼりが冷めた頃にマリコも外に出してやろうと。しかしマリコのまるで償いのような海外しい世話のおかげか、それともこれまで葬られてきた水子たちの念が力を貸したのか、その男の子は4歳になりました。膝はねじれたように歪み、足は枯れ枝のように細くてひしゃげている。しかしゆらゆらと立つこともずるずると歩くこともできるんです、うん、そしてマリコのことをカーカーと呼ぶかすれた言葉だけ喋れるんです、うん、柔らかい地獄のようなその部屋の中と運ばれてくる食事、マリコだけがあの子の世界でしたから、あの子にとっては幸福な日々だったのかもしれない。しかし外の世界と普通の暮らしを知っているマリコにとっては狂わんばかりの毎日だったことでしょう。そんな彼女の心を支えたのは、いつ消えてしまってもおかしくなかった自分の子供がこうして成長してくれたこと、そしていつの日か人並みの幸せを得たい、結婚して夫となる人と子供を育てて、叶うならばこの子も長生きしてくれてみんなで暮らしたい、そんな些細な願いだけを拠り所にしていました。しかし離れの座敷牢でつつましく、それでも懸命に生きる二人をよそに、すぐ死ぬだろうと目論見の外れた長は、いよいよ二人を疎ましく感じてくるんです。いまだにひそひそと噂の的になることが耐え難く、とうとう娘もろともあの異形を消してしまおうと考えるんです。ある日から座敷牢の小さな窓から一日2回運ばれてきていた食事が届かなくなった。マリコもあの子も飢えに苦しみ、数日後マリコに限界が来たんです、うん、お前をこんな地獄に産み落として悪かったな、悪かったな、愚かなカカを許してくれ、恨んでもいい、お前は私も父も村の長も仏様も全部恨んでいいから、そう言い残して死んだマリコの傍らには座り込んでいた幼いあの子、一体いくらほどその言葉の意味とこの理不尽さを理解できたことでしょう。二月近く座敷牢を放置して、長はやっと誰も寄せつけなかったその離れへと近づいた。離れに近づくにつれて漂うとんでもない異臭、その異臭で二人とも死体になっていることを確認しながら頑丈な鍵と扉を開ける。だがあの子は生きていたんです。異臭と虫と血と油と汚物の中でマリコの遺体を食いながら、カー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 、骨を残して全て全部が食べてしまったから、もうどこにもその姿のないマリコを探しながら、かすれた声でそう叫びながら、オサはその光景に腹の底から震え上がった。
もしもここで食材の気持ちが湧いてしまい、かわいそうなあの子へ何かしてやったなら、災いの起きない未来もあったのかもしれません。でもオサは罪を償おうなどとは思いませんでした。もうただただ恐ろしくて、自分たちがしでかした罪の大きさから目をそらせたくて、外に置かれていたクワを持ち、ひどく畏怖しながらあの子の前に立ちました。カー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 、母を呼び続けるその頭めがけて、お前のカカはここにはいない、探しに行ってこい。クワを振るいました。あの子は殺され、その離れごとマリコの骨と一緒に焼かれたんです。このことを知る誰もが、今まで弔いもせずただ増やしてきた水子のように、これでもうしまいだと、すぐに忘れ去られて何もかも平和に戻ると、そう思ったんです。でも人の道を外れた者たちが幸福に暮らせるはずがありません。マリコの一族の者は皆不審死を遂げ、集落の者が何人もその後死にました。たくさんの遺体を埋める場所に困る頃、責め立てれるようにオサも首をつって死んだんです。死んでいった者たちはみんな、あの子が来た、そう言い残しました。集落の者たちは母を探してあの子がさまよっているんだと、そして呪い殺すんだと恐れおののいた。やがて呪いから逃れようと山を下って麓の村へと逃げ延びていったんです。その集落の者たちの子孫は今でも地獄の中でも飛び抜けて高確率で体の不自由を抱えて生まれてきてます。それは近親相姦を繰り返してきた先祖たちのツケが回ってきたせいなのでしょうが、地域の者たちは水子たちのたたりだと思っているんです。これがお聞かせしたかった昔話の全てです。長々と気分の悪くなる話をご清読いただいて感謝いたします。では締めくくりに、どうぞかわいそうなあの子のことを静かに想像してみてください。膝はねじれたように歪んで、足は枯れ枝のように細くひしゃげてゆらゆらと、頭部は肩より低い位置についているから、いつもガリガリの腕でそのいびつな頭を抱くようにしていて、落ちくぼんだ眼下、ただ穴の開いただけの鼻、顎は落ちて口が開いており、綺麗にしてもらえなかった口腔は真っ黒の穴のようで、そこから「カー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 」ザラザラした声が上手に想像できましたね。そうです、ちょうど今あなたの部屋の隅っこで揺れているそれと同じ姿を、まだそこにいない、見えないというのであれば、もうすぐ来るんです。あの子が見えたなら、直近の命が惜しければ何かすぐに食べ物を用意して部屋へ置いてください。彼は食べ物以外での腹の満たし方も知っていますから。あの子が今すぐあなたを食らう心配を拭えたら、落ち着いて朝を待ってください。はあ、カー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 。彼は真っ暗に大きく開いた口の奥から母を呼び続けるんです。決して部屋から出てはいけませんよ。そして返答をしてもいけません。目をそらしてしまうと意図しない場所へ移動していることがあるんです。驚いて声を出さないように注意してください。あの子はマリコ以外の者の声にひどく怯えるんです。この後無事に朝を迎えられたとしても、あの子は夜になるたびあなたの部屋に現れます。そしてあなたの無事は今夜と同じことを繰り返したとしても2日目以降は保証されません。彼の中には底知れぬ怒りがあって、それがいつあなたに突きつけられるのかもわからない。恐ろしければすぐにでもこの文章を丸ごとどこかたくさんの人の目につく場所へ投稿してください。彼女があなたの家や私の地域への帰り道を忘れてしまうくらい、たくさんのおとりのもとへと迎えるように、あなたのご協力に感謝しています。何しろ私は生まれつき足が不自由なものですから、あの子がやってきたら逃げられるはずがありません。私に限らず10年ほど前まではこの地域でたくさんの者たちがあの子の訪問で死にました。これも先祖が引き起こした恨みのせいなのだから仕方ないのかと諦めかけもしたのですが、気づいたんです。ここから遠く離れた地へあの子の気をそらせようと、
SNS や大型掲示板、動画投稿サイトなど老若男女誰もが利用するようになった現在は、こうして自らおとりとなって協力してくださる方々を簡単に探し出すことができるんです。近畿であると理性で分かっていても好奇心には勝てない。近親相姦を繰り返した私たちの先祖のように、だからきっと人が愚かである限り、あなたのようにおとりとなってくれる人はたくさんおり、私たちはずっとずっと後回しになれるはず。僭越ながらアドバイスを送らせていただくとすれば、こんな明らかに怪しい儀式を行った上で記事を読んでくれる方々というのは、総じてオカルトや民族学などに興味のある人種です。そういった方々が集まるスレッドやチャンネルなどに投稿するのが効率的かもしれません。最後に、巻き込んでしまったお詫びにはなりませんが、一番最初にお伝えしたこの話の性質は何かというのをお教えします。あなたはあの子一人だけを呼び出す儀式に参加させられたと、そうお考えかもしれませんが、それは違います。最初に行っていただいた事前準備は降霊術などではなく、私たちの地域に伝わる特殊な婚礼の儀を模したものなのです。つまりあなたが玄関に招き水を振る舞い、婚礼の儀に神父として呼び寄せたのは、あの子の母であるマリコの未婚で、あの子を授かり閉じ込められて幸福な子育てもできずに、最後まで子を見守ることもできず、実の親からも見放されて、死ぬまでずっと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 人並みの女性としての幸せに飢え続けてきたマリコ、彼女の名と生い立ちと最後の物語、そして幸せの象徴である婚礼の儀に引き寄せられて、マリコはあなたの元にやってきたんです。あなたが見たあの子は母の気配におびき寄せられて、ただついてきただけなんです。あの子は今も母を探しています。でも自分が食い尽くしてしまったから姿は見えない。だから新たに家族になったあなたへ母の居場所を問いただそうと、今後もずっと執着するんです。マリコはただ温かい家族を持って、そこにあの子も迎え入れたいと願っているだけ。だからあなたに何もしないんです。あなたに害をなす可能性があるのはあの子だけですが、マリコの気配がそこにある限り、あの子もそこを離れないんです。母と子は初めからずっと近くにいるというのに、未だ姿を見ることも寄り添うこともできずにいるんです。それはあまりにも不憫で哀れな、いえ、情の話よりもあなたの命の心配をするべきですね。あなたがこの後発信するこの文章が今後拡散されて、たくさんの方々目に留まりますよう健闘を祈ります。協力してくれたあなたが明日の晩も無事でありますように、そしてできるならばどうかあなたも祈ってください。いつの日にかあの子が母を見つけて、死後の世界のどこかで二人が幸せになれますようにと、そしてそれまで二人が故郷へ戻ってこないように、帰り道を思い出さないように、敵の子孫である私たちが見殺しにならないように。目が見えていたのはいつまでだっただろう。記憶におぼろげにあるのは、少なくとも小学校に入ってすぐくらいにはすでにほとんどが見えていなかったこと。正直同級生の顔などまるで初めから存在していなかったかのように覚えていない。すぐに特殊な学校に転校したことは覚えている。そこは私のような人たちの通う高校までの一貫校、そのまま18歳までをそこで過ごした。一応毎年家族が誕生日を祝ってくれた。おかげで自分が春の始まりとともに20歳を迎えたことは知っているが、もう何年も変化のない日々、仕事をしていないせいもあるのだろう、こんな自分を嫁にもらってくれる人がいるとも思えないまま実家を離れたことのない人生。たまに家族と外に出かけることはあるが、どこに行っても景色など見えるはずもなく、それでも家族は私をできるだけ外に連れ出して、外に出ることに慣れさせようとしてくれているのだろうか、私もその意味が全くわからないわけではない。それでもその度に私の中にうずくものが積み重なる。見えないなりに私に様々なものを見せようとしてくれていたのだろう。それなのに私には家族には見えない存在が見えていた。その存在は生きていなかった。なぜか私に自らの死ぬ光景を耳元で囁き続ける、入れ替わり立ち替わり性別を問わずに多くの死んだ人たちの言葉を聞き続けてきた。そして
目の見えない私の頭の中になぜかその人たちの姿が浮かぶ。私が見ることのできるのはその人たちだけ、うん、おそらくは生前の姿というものなんだろう。車の事故で体が潰れたという男性の姿は私の頭の中では綺麗な姿のままだった、うん、自分の着ている服の色もわからないのに死んだ人たちの服装の視野がわかるというのはおかしな感覚だ。そんな人たちが話しかけてくるようになってからすでに2年近く、私にとってそれはすでに日常と化していた。そもそもが孤独な日々。現在までは専業主婦の母が身の回りの世話をしてくれていた。父と一つ上の兄が仕事に行ってる間は母と2人だけ。それでも私のような目の見えない人の働ける場所もあるのだという。以前に母からいくらか話を聞いたが未だ私は動いていない。それよりも最近は家族のことが心配だった。死んだ人たちが家族にも影響を及ぼし始めたのは2ヶ月ほど前から、うん、母の話では家の中だけのようだったが物が勝手に動いたり、うん、音や声が聞こえたり見知らぬ人たちの姿が見えるんだという、うん、それが私に話しかけてきている人々と同じなのかはわからない。私から何かを話しかけることはしたことがなかったし、少なくとも私の場合は会話ではなくて聞こえるだけだからだ。何かを確かめようとしてもそれは私にできることではない。そして家族で相談の結果除霊をしてもらえるところを探すことになった、うん、母がいくつかの神社に問い合わせをして足を運んでその関係で一人の霊能力者を紹介してもらえた、うん、それはすでに春の終わり、桜の花びらもすでに姿を消し気がつくと空気が少しずつ湿度をまとい始める季節。そんな頃その女性は現れた。リビングの隣の和室、畳の部屋なので私にとってはその程度の認識だったが、応接間のような場所だろうか。そこもやはり幼かった頃のわずかな記憶だけ、少しだけ残るお線香の香りに仏壇があったことを認識できる程度。今日は平日、父と兄は仕事、今は母と私だけ。やがて玄関からつながる廊下のフローリングを伝わる家族以外の足音、同時にわずかに震える空気の揺れ、大柄ではないヒールを履いたことのある女性ならではの歩き方、柔らかい生地の靴下が床をする音、部屋に入るときに体を回しそれに合わせるように聞こえるスカートの絹ずれ、小柄で若い女性なのだろうと思う、うん、その女性が畳に膝を下ろし正座をする一連の小さな音に立ち振る舞いの美しささえ感じた。ワンピースかスカートかは分からなかったが春物の服だろう。レースのような生地の装飾が多い服、その装飾の薄い生地と服そのものの生地とでは重さが違う。それぞれが異なる絹ずれの音を響かせていた、うん、そして聞こえてくる、それに続く柔らかい声、はじめまして、お話は伺っていました。やっぱり若い女性とはいえ決して幼くはない。むしろその話し方は落ち着きを感じさせ大人びてさえいる。少なくとも私に安心感を抱かせるには十分。私はできるだけ声の方に体を向け小さく頭を下げて答えた、うん、どうもよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。悪い印象はない。声の印象から口元に浮かんだ笑みまで想像できる。霊能力者というからてっきり私はもっと横柄な態度の人が来るんだと勝手に想像していたから正直安心したのは事実。そう思ったせいか私の表情も柔らかくなってきたんだろう。その感情は声に現れてきた。すいません失礼ですが勝手に若い方とは思っていなくてむしろ安心しましたが。それならよかった。神社の生まれで三姉妹の三女だったんですが、いろいろと複雑な家庭事情もありまして居場所もなかったので現在は今の仕事をさせてもらっています。そう話す女性の口調から笑顔とまでは言わずその顔がこわばっていないことは想像できた。嫌味のない声色、この人なら任せられる。母がお茶の香りを漂わせた湯飲み茶碗をテーブルに置く小さな音が聞こえる、うん、私は少し間を空けてから返していた。そうでしたか。私はこの通り目が見えなくてなかなか仕事も見つかりませんので少し羨ましくもありますが、実際には私自身が積極的に動いていないことが一番の理由。正直社会に出ることは怖かった。生地中途半端に子供の頃に視力を失ったんで見えるということがどういうことなのか理解ができる、うん、理解できるからこそ未だに見えないことが怖いんだ。かろうじて今は家の中だから生きていられる。それでも羨ましいというのは嘘じゃない。知識として私のように目が見えなくても立派に生きている人がいるのは知ってるし、前向きな考えで人生を楽しめている人は事実として、存在しているんだろう、うん、それでも私はその人たちとは違うんだ。
そう思って生きてきた。どっかそんな私の気持ちを見透かしたのだろうか。女性の言葉は優しかった、こんなことを言うと無神経と思われるかもしれませんが、事実として私は五体満足に生まれてきました。ですので綺麗事を言ったところであなたがどんなお気持ちで生きてこられたのかは分かりません。ですが私にはあなたには感じられないものを理解することができます。それは幽霊とかですか。幽霊ですか。まあ一般的にそういった方が分かりやすいんでしょうね。いかがでしょう。例えば本日除霊という形で伺わせていただいたんですが、一般的なイメージだとお塩や日本酒で清めたりするイメージでしょうか。どうなんですかね。私詳しくないんで。正直テレビを見ることのない私にはイメージすら湧かない。除霊とはそもそもどんなものなのか、どんな人たちが行うのかも正直分かっていない。返答に困っている私に女性は構わず言葉をつないだ。ほとんどの霊能力者と言われている人たちはそこにさらにお線香とかですかね。神道も仏教もごちゃごちゃです。そもそも神社とお寺の違いも理解できていない人たちからすればそれっぽい、まあそういったところから問題ないんでしょうけど、亡くなった方たちとの会話に人の作った宗教は必要ないんですよ。そんなものに頼らなければ会話ができないなんて、それはまがいものでしかありません。この女性の言葉が正しいものなのかどうか、それすら私にはわからない。ただただなんとなく変わった人なんだろうと、そう思うだけ。ではどうするんですか。不安ののった私の質問にそれが見えているのか、女性の声は自信に満ちていた。まず私は情報を集めます。ですのであなたからもいろいろとお話を伺いたいと思っています。そうですか。本題に入られた途端、なぜか私は不安に襲われた。何かがゆっくりと足元から登ってくるような、決してそれは気持ちのいいものではない。少し前からいろいろなものが見透かされているような気がしてならなかったのもある。それが次第に形になってきた。もしかしたらいつものあの人たちのことも気づかれているのだろうか。時々私に話しかけてくる生きていない人たちは悪い人たちではない。言葉自体は決して耳心地のいいものだけとは限らなかったが、それでも敵意のようなものは感じなかった。もしかしてそのことまでも見透かされているのだろうか。だとすればあまりそれは気持ちのいいものではない。家の中で音が聞こえたり声が聞こえたりするというのはお母様から伺っていたのですが、今回あなたに聞きたいと思ったのはあなた自身が今回の事象の中心にいると思ったからです。女性の声は迷いのないものに聞こえた。とするとやっぱりあの人たち。私はきっと困惑の表情を浮かべていたのだろう。そこに入り込むように女性の言葉が続いてくる。あなたは家族以外の誰かの声が聞こえたりしていませんか。やっぱりバレてた。予想通り急に優しく感じていた女性の声までも私の中で怖いものへと変化していく。大丈夫ですよ。怪しげな呪文を唱えたり塩を振りかけたりはしませんので安心してください。いやそういうことじゃない。違う。でもなぜか怖いんだ。そして思い出した。かつて私は外の世界が怖かった。他人が怖かった。そんな記憶が湧き上がる。だから働くことも迷ったまま。そのままではダメなことも分かっていた。私は家族にとってお荷物でしかないと思って生きてきた。きっとあなたに何かを求めている。その女性の声はやはり重く感じられた。私はできるだけ冷静を装う。何かを求められても困ります。私には何も。いやそうでしょうか。お父様とお兄様にもお話伺ったんですが、お二人とも大事な家族だとおっしゃっていましたよ。あなたはカレンダーを見ることができないからでしょうか。毎日の日付と曜日を積み重ねるように毎日を過ごしてきたでしょう。だから誰よりも早くお父様とお兄さんの誕生日には誕生日おめでとうって伝えていたんですよね。お二人ともそれがいつも嬉しかったようです。だからでも私はいつも家族に守られてきました。そんな私にあの人たちが何を求めるって言うんですか。あの人たちはいつも私に死んだ時のことを聞かせてくれるだけで、それを聞かされたからといってそれが何だと言うんですか。冷静ではいられない。家族以外に見せていない自分を突然現れた他人に見られることの怖さ、しかも自分でも知らなかった家族の感情までもなぜかその霊能力者は知っている。知ってほしいんですよ。歴史上の人物ならいざ知らず、私たちのような多くの人たちはたとえ家族がいてもいずれは歴史の中に埋もれていく。自分が生きていた事実はやがて消えていくだけなんです。そして私はそれを悪いことだとは思っていません。それはあなたの考えですか。私はむしろ迷惑しているんです。昼も夜も聞こえるのはその人たちだけですか。いやだけどういうこと。家族の声聞こえませんか。家族
お父様とお兄さんの声が聞こえませんか？声？声なら。あなたは確かに守られてきたのかもしれません。あなた自身がそれを負い目に感じるのは無理ないことでしょう。しかし家族の皆さんはあなたを守ることを負担になんか感じてはいなかった。もちろん大変なことはあったかもしれない。だからといってそれは嫌なことと同義語ではありません。だからあの時もやめて。あなたは2年前の20歳の誕生日の直後、お父様とお兄さんと歩いていました。踏切の音がしてお兄さんに止められた。あの時わずかな子供の頃の記憶で踏切の光景が頭に浮かんでいた。だから踏切の遮断機のバーを触った時に今しかないと思った。そうだ、家族のお荷物でしかない私が死ぬんだったら今しかないと思ったんだ。ほとんど外出もしてなかったようですね。あの日は初めての就職の面接の日だから、その時しかないと判断して遮断機を潜った。見えないから怖さも少なかったですか？でもあなたを助けるためにお父様とお兄さんも犠牲になったことはご存知ではなかったようですね。え？しかしお二人はあなたを恨んではいません。むしろあなたを守れなかったことを悔いている。しかもあなたが亡くなったことに気がついていないことをとても心配しています。ちょっと待ってくれ、考えがまとまらない、理解ができない。そしてゆっくりと女性の姿が暗闇の中に見え始めた。すごく美しい女性。私は自分の姿を知らない。だからこそ自分に自信など持ったことはない。その私から見ても綺麗な顔立ちの女性。その女性の小さな口が開いた。私はあなたを成仏させるために来ました。そうか、あなたに気がついてもらいたくていろいろな人に協力してもらったんですが、直接来ることになってしまって。最後に一つ聞いてもいいですか？何を？自分で死ぬことを判断したのにあなたが上がりたくなったのは、お母様をお一人にするのが嫌だったからですか？わからない、わからない。お母様はあなたに成仏してほしいとおっしゃっています。たとえ目が見えなくても、まぶたを開くことがなくても、こみ上げるものがあった。あの時迷わなかったですよね。自ら命を終わらせられる時は怖くないものです。あなたに何がわかるの？私もそうでした。なぜか不思議と怖くなかったんです。怖くなってたら私もまだ生きていられたんでしょうけど。そして女性の姿がゆっくりと暗闇の中に消えていく。それに合わせるように少しずつ女性の声は小さくなっていた。これが私の仕事です。お母様のことはあとは私が。私は盲目だった。ごめんねお父さん、ごめんねお兄さん、親不孝な娘でごめんねお母さん。先に行ってずっと見守っているから。まだ携帯なんて便利なものがなかった頃、友人二人と共に廃墟集落へ行った時の話。俺と友人の佐島と足立の三人はオカルト好きの廃墟マニア。あちこちの廃墟に出かけては撮影するのが趣味で、日帰りできる範囲の有名どころな廃墟は大方行き尽くしていた。まだ行ったことのない廃墟はないものかと考えていた矢先、佐島が変わった話を持ち出してきた。ちょっと遠いけどさ、朝早くに出ればなんとか行けるかなと思って、 M 沢集落。佐島が言うにはこうだ。隣の県の山奥 M 沢の限界集落、数世帯しかない狭小集落がダムの建設工事によってダム底に沈むことになった。数少ない住民は誰一人反対することもなく、ダムの建設は速やかに決定。だが住民が全員退去した後も予算の都合などいろいろ事情があったのか、なかなか着工できずに、10年経った今になってようやく工事が行われることになったんだと。工事が始まったら立ち入りが規制されるからさ、今のうちに行ってみない？面白そうじゃん、行く行く。初めて聞く話にマニア心をくすぐられ、俺と足立は二つ返事で食いついた。そして次の休日に3人で久しぶりの廃墟探索に出かける約束をした。当日天気は快晴、絶好のドライブ日和。俺の車に佐島と足立を乗せ、地図を頼りに運転すること数時間、迷いに迷ってようやく山間を縫う細い林道の奥の奥、うっそうとした山あいの沢、 M 沢集落の入り口にたどり着く。集落への道は車の立ち入りができないよう閉鎖されていたので、沢の手前の空き地に車を止めて、そこから徒歩で移動することになった。ここが全部ダムの底になるんか、
集落の人たちなんで反対しなかったのかな。新緑がまぶしい林道歩きながら足立がポツリと言った、集落の住人全員がダム建設に異議を唱えることもなく速やかに退去、っていうのはちょっとおかしくないかと、山奥すぎて不便だからこれがチャンス、いい機会だと思ったんじゃないかなと、こっから町までもうシャレにならないぐらい遠くじゃん、佐島の言う通り M サー集落が暮らしにくい土地なのは間違いない。しかし、そこなんだよ。そもそもさ、なんでこんな遠くて不便なところに住んでたのかって話よ。ここに住まなきゃいけない理由とかあったんじゃないの。自分でそう言っておきながらどっかおかしいなと気づく。住まなきゃいけなくて住んでいたのにあっけなく住居を捨てて出ていったのはなぜだ、お、やっと見えてきた。足立の声で我に返る。生い茂る木々で日差しが遮られて深く暗い緑に覆われた M サー集落が俺らの前に現れた。まるで門のように2本並んだ大木の向こう側、傾いたり苔むしたりしている家屋が 5,6 軒ほど見えた。なあこれなんだろう。足立が指さす方向を見てみると、門のようにそびえる大木の幹に錆びた釘が何本も打ち付けられていた。釘の根元には板と思しき残骸が見えて、小さい看板か表札のようなものを売って止めていたんじゃないかと俺は言った、いやこっちの木にも売ってあるぞ。佐島が別の木を指さす。足立と一緒に振り向くと、門の木以外にも同じように釘が打たれていた、まあ藁人形とかじゃなければいいか、まあそう笑いながら、佐島は日本の木の間をこう通って M サー集落の中へと進んでいく、分かった、あれ結界じゃない、住民がいなくなったから朽ち果てて結界が解けたんだよきっと、オカルトのような発言のね。自信満々に言い放つ足立に、はい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 とね、適当な返事をしておく、木々が厚く覆いかぶさって緑色に染まる M サー集落は今まで見てきた廃墟とは違う独特の雰囲気があった、かろうじて残っている 5,6 軒の廃屋以外にも建物らしきものは数軒、ただみんな朽ち果てていて倒壊しており、草に覆われて森の苗床になっている、久しぶりの廃墟らしい廃墟にテンションが上がっている佐島と足立、カメラを手に夢中であちこち撮影し始める、俺も最初の方は同じように撮影してたけども、ふとカメラを下ろして周囲を見渡した。静かすぎる、歩いてる時は賑やかだった鳥たちの声が M サー集落に入ったのに聞こえなくなった。木々の外れの音に紛れる俺らの足音とカメラのシャッター音、それ以外物音はない。廃墟は大好きなんだけどもちょっと毛色が違うというか、静かすぎて正直ちょっと気持ち悪い、佐島から聞いた話の限りでは別に心霊スポットとかそれはない、オカルト好きのくせに雰囲気だけビビってんのかよと佐島と足立に笑われそうなので、そこは言わないでおいた。そうして俺らは撮影しながらボロボロの廃屋をじゅんぐりに見て回り、不要なものは全て置いていったのか、結構な量のガラクタがそこに残されていて、床が抜けて草に覆われていたり、崩れた屋根や壁の隙間からツタが入り込んだりして無情な時の流れを感じさせる。撮影しながら俺らは次第に無口になっていく。最初は笑いながら興奮気味に撮影していた佐島と足立も M サー集落の雰囲気に圧倒されているようだった。無言のまま歩き始め、俺らは集落の一番奥にある廃屋へやってきた。草木に覆われてひどく荒れ果てているが、他の建物より幾分広い作りになっている。外観を撮影した後、外れた塔を脇に寄せて廃屋の中へ。抜け落ちた床、横倒しの棚、割れて散乱する茶碗、朽ちた畳の残骸に生えた得体の知れないキノコ、そういったものを踏まないようにしながら周囲を見渡すと、キシキシ、かすかな音が聞こえる、歩く振動で床板かなんかがきしんでいるんじゃないか、そう思いながら佐島が声を上げる。おい、あそこ、廃屋の一番奥を指さす。ガラクタを踏み越えてそこに行くと、傾いた柱と分厚いツタに隠れた細い引き戸を発見した、物置じゃなさそうやけど、俺は首をかしげる。ざっと見た感じ間取り的にも物置のスペースとは思えない、見ると引き戸の周囲を覆っていたツタに鋭利な刃物で切った跡がある。切られた周囲のツタの一部が枯れている。ここさ、誰か先にここに来たんじゃない、わざわざまた隠しとかなくてもいいのにな。足立が手をかけると戸は音を立てて外れてしまった、
というよりすでに外れていてこう立てかけてあっただけのようだった。先に来たやつが外したのか。外れた引き戸を脇に寄せて奥を覗き込んでみる、うん、暗くて狭い板張りの通路の向こう、うっそうとした緑が見えた。 M 沢集落にはまだその先があるようだ、うん、めっちゃ狭いな。大人一人やっと通れるぐらい。若干引きつった顔の足立をよそに佐島はよいしょと言いながら通路へ入る、うん、まあ肝が座っているというかなんというか。俺と足立は目を見合わせて佐島を追ってもそもそ通路へ進んでいく。板張りの通路は板がひび割れていてあっちこっちわずかに光が漏れているけども朽ちる前は日中でも真っ暗だったはず。廃屋の裏手へ抜けるためだけにしては妙な作りをしている。キシキシキシ、さっきと同じ音。廃屋だけあってきしむのは仕方ない。数メーターぐらいこう暗い通路の先、壊れた引き戸が斜めに倒れていて沢の緩やかな斜面につながっていた。先を行く佐島の後ろに足立が張り付いて道なき道を慎重に歩いていく。俺はその二人の後に続いてふと壊れた引き戸に目をやった。戸板に靴跡がいくつも残されている、うん、強引に蹴り開けたんだろう。特徴的な太陽のマークが埃だらけの朽ちた戸板にはやけに不似合いだ。そしてもう一つ俺は気づく。引き戸には錆だらけの錠前が二つもついていた。通路を作っていながらなんで封じる必要があったんだ、うん、おい早くこっち来いよ。佐島に追われてハッとする。急いで二人を追いかけ沢を降りていった。見ると二人は少し先の方で立ち尽くしていた。追いついて二人の視線の先を見てみると岩だらけの沢の一角に建物らしきものが見える、うん、岩盤に半分食い込むような作りの小さな建物、両開きの古めかしい扉がついていて、まあ案の定扉は壊されていた。しかし隙間が空いている。緑と岩に包まれた廃墟は独特の雰囲気があってマニアには心躍るものだったが、ここは実に気味が悪い。さっき集落の中で感じた気持ち悪さがさらに増したような感じ。まるで曰く付きの心霊スポットのような嫌な空気を感じて俺は思わず身震いする。とはいうもののせっかく見つけたんだからと外観を何枚か撮影しておいた。佐島と足立もカメラのシャッターを切っていたがすぐにその手は止まってしまった。現像してなんかいろいろ映ってたら嫌だよね。冗談めかして足立が苦笑いする。俺は同じように苦笑いを返すしかなかった。全く同じことを考えていたから。それにしてもここなんだろう。まあせっかくだから中撮りたいんだけどちょっと気持ち悪いよな。うん、社っぽい作りに見えるけどなんか祀ってたんじゃない。足立と二人で扉に近寄ろうとするとキシキシキシまた聞こえてくる、うん、俺らは建物の外にいる。きしむようなものは何も踏んじゃいない。板のきしみじゃないんだったら一体何の音だ、うん、そう思った矢先佐島が顔を追ってその場にしゃがみ込んだ。佐島駆け寄ってみると佐島の顔が真っ白になっていた。血の気がないというかとにかく普通の状態じゃない、うん、大丈夫かと俺が言うより早く佐島は震える声でつぶやいた。ごめん急に気分悪くなってちょっと休んでいいかな、うん、おお分かったこと。ちょ無理すんな。二人でちょっと中見てくるからすぐ戻るから待っててな。俺と足立は立ち上がって岩盤の社へ向かう。佐島は苦しそうに息を吐いている。手っ取り早く中を確認してさっさと切り上げよう。さっきの引き戸と同じく力技で蹴り開けられた様子の扉をそっと開けてみる。沢が近いせいか中は湿度が高くて薄暗い。予想通り入り口部分だけが木造で奥は岩盤をくり抜いただけの洞窟状になっていた。広さは2畳分ぐらいだがむき出しの岩盤がじんわり濡れていて異様な圧迫感がある。なんだこれ。岩盤の前に小さな祭壇めいた棚があってひどく腐食した金属製の箱が置いてあった。箱に取り付けてあった鍵は案の定壊されており、足立が恐る恐る箱の蓋を取って脇にそっと置いた。蓋に何か書かれていたんだけども腐食がひどすぎて読めない。箱の中には和紙を何枚も貼り合わせたような硬い厚紙が3枚、紙の表面に黒い糸がびっしり貼り付けられていてその糸を寄り合わせて箱にきつく結ばれている。色あせた紙は劣化がひどくてひび割れていてちょっと力入れたら粉々になりそうだった。なあなあなあ、これもしかして髪の毛じゃない？足立がすごく嫌なことを言う。気づかないようにしていたの。それは間違いなく髪の毛だった。
何本か白髪が混じっているのを見て思わず顔をしかめた。こんな気持ち悪い代物足立は唇を噛みしめながら手に取っている。薄気味悪さよりも好奇心の方が勝ったんだろう。つうかこんな厳重に保管していくなんて何が書いてあるんだろう。いやいやこれは保管っていうよりさ封印としか言いようがないじゃないか。保管するだけだったら髪の毛貼り付ける必要ないでしょ。足立が一番上の紙を裏返す。そこには漢字で一と書かれていて、ひび割れがひどいがかろうじて読むことができた。できたんだけども己の肌を幅三分長さ一尺半に削ぎ落とす。半ばに切れしはやり直し。そぎし肌を酒一合に浸し丸一日浸しし後取り出す。半ばに切れしはやり直し。酒一合は定めて飲み干すこと。己の歯を一つ抜き酒に浸しし肌に年頃に包みしやと赤い蝋に丸く小はめ皮玉を作る。小皿に血を数滴落とし皮玉を乗せ鏡の前に置く。牛の刻になるまでは鏡を見るべからず牛の刻にならば鏡を見己の後ろに丸々が浮かばば呪詛は成立す。丸々の月し呪詛者は賢き力を得る。呪詛。壮絶な内容に背筋が震える。しかも丸々の部分なぜかわからんけど読めない。特に画数が多い漢字じゃないんだけども言葉として出てこない。読もうとすると脳内が今で言うところの文字化けを起こす状態になってしまうというのがまあ近いかもしれない。こんなめちゃくちゃな呪詛何の目的で。生理的な気持ち悪さで困惑する俺をよそに足立は青ざめながらもカメラを構える。一瞬のまばゆいフラッシュとシャッターを。おい足立こんなん映してどうする気だお前。そう言いかけた途端再びキシキシキシ。どっから聞こえてくるんだこれ。足立お前にも聞こえてる。しかし足立は俺の問いに答えない。おいと声をかける間もなく足立は続いて2の紙を取り出し裏返していた。俺も思わず足立の手元に視線が吸い寄せられる。2の紙は1の紙よりひび割れと破損がひどくて下半分はほとんど読めなかった。丸々が次の皮玉を干せば三夜よりうちにあたふること。三夜よりうちに皮玉をしたためられざりしとき呪詛者は食い張る。食い張るる前に丸々に帰り玉振るには。読めたのはここまで、足立は先ほど同様2の紙をカメラで撮影する。俺は声をかけることもできずにいた。1の紙には呼び出すための呪詛、2の神には返すための方法。その肝心な部分が失われているということは一度丸々を呼び出してしまうと返す術はないということなのではないか。それはつまり。じんわり鳥肌が立ってくる。キシ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 。さっきから鳴り止むことなく続いているあの音、急に強くなった気がする。最初に聞いた時は小さかったので何とも思わなかったけども今鳴っているキシキシ妙に神経に触る。キシミではない、虫の声でもない、今更だけども気になってきた。社の中じゃない、やっぱり外から聞こえる。俺は振り返って開けっぱなしの両開きの扉から外に目をやった。草むらに座り込んだ佐島が見える。キシ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 。俺は口を押さえてとっさに顔を背けた。草むらにだらしなく座り込んだ佐島が無心に歯ぎしりしてた。しかもただの歯ぎしりじゃない、異様なほど高速で歯がすり減りそうなほど強く。キシ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 。真横に首を傾けてまん丸に見開いた目は黒目がやけに大きくて焦点がどこにも合っていない。今の佐島と目を合わせちゃいけない、そんな気がする。今のはなんだ、今のあれは本当に佐島なのか。俺の動揺を遮るように背後でフラッシュとともにカメラのシャッター音が聞こえた。とっさに振り返ると足立が紙を箱に戻すところだった。それをしまう瞬間、渦巻き状に文字が書かれているらしいのは見えたが3の紙には何と書いてあったんだ。そう思った途端に足立は素早く俺に向き直った。早く帰ろ、突然大声で叫ぶ足立の顔を見た俺はギョッとした。
帰ろう、帰ってこれやろう。足立はまん丸に目を見開いて笑っている。さっきの佐島と同様、黒目が妙に大きくて焦点が合っていない。あまりの衝撃に言葉も出ない俺を素通りして、足立はテクテクと社を出て行ってしまった。おいおい足立、追いかけようとしたが、ふと視線を箱に戻した。あいつ神は戻したが、蓋は開けっぱなしのまんま、うん、今だったら俺も3の神を確認できるが、あんな様子の足立を見た後だと怖くてそれどころじゃない。さっさと箱を閉じて足立を追わないと、うん、あ、蓋を手にした俺は蓋の裏にも紙が貼り付けられているのに気づいた、うん、箱の中の髪の毛まみれの厚紙とは違う普通の紙、劣化と変色はひどいものの、なんとかそれは読めた。果てまで見るべからず、持ち出すべからず、丸々は重ね呼ぶべからず、最後まで見てはならない、持ち出してはならない、繰り返し読んではならない。おかんが走った。箱の中身3枚の紙を最後まで見た足立は、箱に蓋をして急いで社を飛び出すと、座り込んでいた佐島を引きずるようにして、ゆるい坂道をずん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 歩いていく足立の背中が見えた、うん、おい足立、さっき異様な状態で歯ぎしりをしていた佐島はいつもの表情に戻っていた。何もかも訳が分からなかったが、今はここから離れるのが先決。俺は二人の後を追って坂道を上がり、足立を先頭にして例の暗い通路を抜ける。廃屋から出る間際に足立がガラクタにつまずいて、後に続いていた佐島もろともひっくり返ったりしたけども、なんとか M 沢集落を後に車へ戻ることができた、うん、早く帰ろう、帰ろう、現像しようなあ、早く。車内では足立はずっとそればっかり言い続けている、うん、カメラを抱きかかえて目を大きく見開いたまま、俺や佐島が話しかけても上の空、重苦しい空気の中、ようやく地元まで戻ってきた頃には辺りは真っ暗になっていた。待ち合わせ場所まで足立と乗り合わせてきた佐島は、足立を引っ張って自分の車の後部座席に乗せると、運転席に乗り込みながら俺にこう言った、うん、お前は多分大丈夫だから。え？佐島は俺が聞き返すよりも早く運転席のドアを閉めて駐車場から出て行ってしまった。俺はその言葉の意味をその時は理解できなかった。数日後、うん、少々気は重かったけども、 M 沢集落の写真を、現像してみた、うん、新緑に染まる M 沢集落の写真を順に見ていく。廃墟ならではの趣とともに、あの日の出来事が脳裏に浮かぶ。そういえばあれから俺は仕事が忙しくて二人とは連絡を取っていない、うん、あんな感じだった足立、あの後大丈夫なのか。そう思いながら写真をめくっていくと、突然真っ黒な写真が数枚出てきた。レンズキャップをしたまんま撮影してしまったのかと思ったけども、集落に入って以降常にカメラ構えていたのでキャップは外れているはず。黒くなっているのは集落の奥、例の岩盤の社の外観を撮った写真、うん、足立。急に心配になって足立に電話をかけた。いくらかけてもどれだけ待っても繋がらない。そしてそれ以来足立は忽然と姿を消してしまった。家族からは捜索願いが出され、俺のところにも警官が訪ねてきた、うん、警官は足立の部屋に血のついたナイフとペンチがあったこと、本人以外の指紋が出なかったので自傷行為をしていたと思われることなどを告げた上で、足立に何か思い詰めた様子はなかったか、うん、心配事はなかったか、そういったことを聞いてきた。俺に思い当たる節はなかったけども、唯一あるとすれば、俺は警官に3人で M 沢集落に行った時のことを包み隠さず話した、うん、足立が撮ったあの日の写真、部屋に残っているはずだと。しかし現像された写真は全て真っ黒だったそうだ、うん、M 沢集落から戻った後その場で別れた俺は特にそれ以上聞かれることはなかった。おそらく佐島にも話を聞いたんだろうが、それについては尋ねても教えてもらえなかった、うん。それからしばらくの間、仕事が忙しいのといろいろ都合がつかないこともあり、再び佐島と会ったのは1ヶ月経った頃、馴染みの喫茶店で待ち合わせてお互いコーヒーを注文する。なあなあ聞いてくれよ、俺さ。会わない間に佐島にはなんと彼女ができていた。片思いだった会社の同僚だというから何とも羨ましい限り。職場でも責任ある仕事を任されたとかで俺が口を挟む隙もないぐらい、佐島は矢継ぎ早に幸せそうな出来事を語り続け、失踪した足立の件については一切触れてこなかった。俺はふと思った、うん、以前に比べて佐島は明らかに変わっていた、
変化が急すぎるというか、恋の力っていうのはあまりに変わりすぎな気もする、うん、ごめんな、これからデートなんだよ、今度ゆっくり会おう。佐島の幸せを俺が邪魔する理由はないないんだけども、俺は身を乗り出して佐島に尋ねた。なあ佐島、お前足立のことなんか知ってるんじゃない。佐島は俺をじっと見てくる。忘れもしない、あの時のあのまん丸に見開いた黒い目で瞬きもせずに俺を見つめてくる。 M 沢集落から出ようとしてガラクタにつまずいた足立とお前がひっくり返った時、俺見ちゃったんだよ、お前の靴裏の太陽のマーク、蹴破られた引き戸についていた足跡、あれは佐島のものだった、うん、お前鍵壊して箱の中見ただろ。なあまさかあの呪詛お前がやったんじゃないだろうな。佐島は見開いた目のままでへらりと笑った。いや、やったよ、だから足立消えたんだよ。あまりにも軽い調子の声に俺は息を呑んだ。俺の狙い通りに金を破ってくれたからさ、足立が呪詛を成功させようがなんだろうが、やつはもう詰んでたんだよ。金、ハッとした。蓋裏に貼り付けられていたあの紙、果てまで見るべからず、持ち出すべからず、丸々は重ね呼ぶべからず、推測だけども三の神には暗示が書かれてたんじゃないか、進んで呪詛を行いたくなる暗示じゃないと足立の表現ぶりの説明はつかない。二の神までは俺も呼んでいたから、その暗示のせいで計らずも俺らより先に呪詛を成立させていた佐島は呪詛者として賢き力を得たんじゃないか、だからその後に暗示によって呪詛を実行してしまったであろう足立は金を全て破ったことになった。3枚の紙を最後まで読んでしまった、カメラで撮影して紙の内容を外に持ち出してしまった、呪詛者が存在している時に呪詛を重ねて実行してしまった。佐島の黒目が急にギロンと大きくなった。真横に首をかしげ、大きな黒目を横に向けている。それは俺の知っている佐島ではもうなかった。だってさ、彼女が俺より足立の方が好みとか言うんだよ。あいつのせいで俺、いつも2番手なんだよな。いい加減許せないよ。佐島の黒目から目が離せない。今聞かせただろ、足立がいないと俺こんなに充実した毎日送れるんだよ。うん、最高だね、賢き力ってすげえんだよ。何言ってんだこいつは。俺はパクパクと口を動かすが声にはならなかった。あの集落は呪詛が外に流出しないよう見張るための場所だった。ダムの底になったら見張る必要はもうない。だから住民は喜んで出て行った。でもダム建設が遅れたせいで俺がこうして手に入れることになったんだよ。佐島はまたへらりと笑う。お前を巻き込んで悪かったけど大丈夫だったから OK ってことでいいか。あいつと一緒に全部読んでたらお前もアウトだったけどな。佐島はニヤッと口角を上げて歯をキシ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 ませた。一本だけ真新しい白い歯が入ってるのを見て俺は絶句する。あの時見た呪詛の内容が頭の中で鮮明によみがえった。じゃあまたな。普通の顔に戻った佐島はキビスを返して颯爽と喫茶店を後にする。一人残された俺はしばらく呆然とした。冷めたコーヒーを一口飲み込んだけどもまるで味がしない。そんな力に頼って幸せになってどうすんだよ。その日以降俺は佐島と会うことはなかった。佐島はその後会社を辞めて事業を起こし、ものすごい勢いで成功していった。そして彼女との結婚も決まり、何を思ってか俺のところに招待状を送ってきた。俺はどうしても佐島の顔を見る気にはなれず、欠席のところに丸をつけて返信した。そして案の定、結婚を間近に控え、幸せの絶頂というタイミングで佐島は失踪した。奴が気づいたものは瞬く間に崩壊していって何も残らなかったと聞く。遅かれ早かれこの日が来ると思っていた。人の歯の本数は決まっている。あんな呪詛を繰り返していたら必ず限界が来るんだ。賢き力に惑わされてそんなこともわからなくなっていたのか。あれから20年 M 沢集落はダムの底に沈んでいる。俺から友人を2人も奪ったまがまがしい呪詛もまた
深い深いダムの底で静かに朽ち果てているだろう。